テッドリンジー、テッドリンジー、テッドリンジーことロバートブレイクセオドアリンジー、ロバートブレイクティードーリンジー、1925年7月29日から2019年3月4日は、カナダ・オンタリオ州、レンフルー生まれのプロアイスホッケー選手である。3年間の待機期間を待たずして、ホッケーの殿堂入りを果たした、名選手で、NHL では、 デトロイト・レッド・ウィングス及びシカゴ・ブラック・ホークで左ウィングを務めた。また、NHL 選手の待遇改善のため選手会の設立に尽力したことでも知られる。テッド・リンジーの父親バートはアイスホッケーリンクの管理人兼マイナーリーグのゴーリーを務めた人物で息子にアイスホッケーを行うことを勧めた。テッドはアマチュア時代は最小オンタリオ州。 カークランドレークでプレーし、その後トロントのストリート、マイケル、S メジャーズに移籍した。テッドは、オル、オンタリオホッケーリーグでの活躍が評価され、NHL のデトロイト・レッドウィングスのトライアウト、使用に招かれ、1944年10月18日に、フリーエージェントとして19歳メジャーリーグデビューを果たした。このレッドウィングスへの入団については、 ある逸話が残されている。トロントのジュニアチームに有望な若手選手、リンジーのことがいることを聞きつけた、ロントメープルリーフスの幹部がスカウトに対しこの選手の獲得を指示したのだが、スカウトはリンジーが足の負傷で休場していることを知らずに、別の選手を幹部に指示された有望選手と誤信し、獲得してしまったというものである。一方、 残されたリンジーは負傷の影響でしばらくなりを潜めていたが、完治した後出場した、レッドウィングス配下のジュニアチームとの対戦で、元気のいいところを見せて、注目を浴び、レッドウィングスとの契約に至ったと言われている。このような偶然から入団したレッドウィングスでは、リンジーは、センターのシットエーベル及び、右ウイングのゴーディハウと共にラインを組み、マスコミやファンは彼らを、 プロダクションラインと呼んだ。テッドリンゼイは、当時の選手の標準からすれば、5フィート8インチ、163ポンドと小柄であったが、その激しい気象とタフな当たりから、テリブルテッドと相性され、敵チームサイドからはブーイングで迎えられるほど恐れられ、リーグのトップ選手に上り詰めた。なお、あまりに激しいプレーをしたことから、 現役時代通算で顔面を700針余り塗ったとの逸話もある。1946から1950シーズンにはアートロス記念賞リーグ得点王を受賞し、レッドウィングスをスタンレーカップ優勝に導いた。その時リンジーはカップを持ち上げると、それを観客もよく見えるようにリンクの端までスケーティングしていった。この時からこの行為は、 スタンデイカップの伝統となったと言われる。その後5年間でレッドウィングスのカップ優勝3回、1952年、1954年、1955年に貢献し、1957年3月の雑誌、スポーツイラストレーテッドの表紙をハウと共に飾った。一度リンクを降りれば、敵味方を問わず選手は皆、仲間という考えの持ち主であったリンジーは、 1957年、モントリオールカナディアンズのスターディフェンスであったダグハーベイラと共に少人数のグループを率いて NHL 史上初の選手会を結成する動きを見せたことからオーナーたちとの間に亀裂が生じた。当時はチームは文字通り選手をその現役時代を通じて保有するといった状況であったが、リンジーたちの一派は最低年俸や退職後の年金制度といった 基本的な要求を経営者側に突きつけた。しかし、この時経営者側は明確な回答を出すには至らなかった。当時の状況は、オーナーたちは、毎試合チケットが完売になり金持ちになっていく。一方で、選手は、わずかな金をもらえるだけで、オフシーズンの夏にはアルバイトをこなさなければならない、ほどであった。選手たちの多くは、 高等学校以上の学歴を持たず、職業生活の大半をプロホッケー選手として過ごさなければならなかった。1950年代においてはスーパースターでさえ、年俸2万5000ドル程度しか稼げず、現役を引退すると生きるためにはどんな仕事でも甘んじて行わなければならなかった。テッド・リンジーは粘り強く選手組合のために活動したが、彼を支援する選手たちは、 出場機会を与えられなかったり、名もないマイナーリーグへと送られた。トップ選手であった、リンジー自身も、方言癖のあった若手ゴーリーのグレンホールと共に1957年7月23日に、当時万年再開チームであった、シカゴブラックホークスにトレードで放出された。リンジーは1960年に一旦引退するまで、ブラックホークスで3年間プレーした。 そしてその4年後、レッドウィングスでコーチを務めていたかつてのチームメイトシットエーベルが39歳になったリンジーを勧誘し彼は現役復帰した1964年10月14日の再入団時には保有権を持つブラックホークスからの金銭トレードの形を取った。リンジーはこの年1年限りで1965年に完全に引退した。 1966年には、電動入りし、1991年にはその背番号、7は、レッドウィングスの永久欠番となった。なお、1977年にリンジーは当時プレイオフ、進出さえ押せない苦境にあえいでいたレッドウィングスの、GM に就任した。リンジーは、見事チームの立て直しを図り NHL、S、イグゼキアティベブザイヤーに選出されている。 2019年3月4日、ミシガン州の自宅にて死去。93歳房ず楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。